回はクリストフルメールと藤沢和夫調教師を使って馬券を得たお話です。どのような方法で馬券を取ったのか、その方法がこちらです。8月19日の開催段階でルメールの2017年の勝利数は99勝。競馬界が区切りの数字が大好きなのはコアな競馬ファンであればご存知でしょう。そこで今回はその99勝目に着目して馬券を狙いました。これが19日土曜日、ルメールの騎乗予定リスト7クラに騎乗予定で、どれもこれも人気馬、どこで100勝目を勝つかわからない状況なので、最初は当たりをつけて11レースあるいは12レースあたりで勝利すると予想し、1から10レースまでの結果を確認していった。10レースまでの結果がこちら。10レースまでに勝利はせずの状況、そしてあえて一つ関係者の仕込みを考え11レースも検してみた。11レースの結果がこちら。11レースでも2着。ここで私の予想は確信に変わった。その内容とは、12レースに騎乗する関係者とのコンビであるルメールと藤沢和夫調教師のコンビ、このコンビでピンときた競馬ファンもいるのではないか。そう、今年のダービーオークスを勝利したコンビなのだ。オークスではソウルスターリング、ダービーではレイデオロ、この2頭ともに騎乗したジョッキーがルメール、これは100勝目を藤沢厩舎とのコンビで勝利すると仕込まれていても何の不思議もない。関係者の思惑を読み切り、12レースの単勝副賞を購入してみた。100勝目がこのレースであると信じて、その札幌12レース石狩特別の結果がこちら。スタートしました。好スタート2番北アルプス、北アルプスが行きます。まず2コーナーへ向かいます。リードを2馬身取っています。2番手に8番里のオニキス、そして3番手が名勝バーズで2コーナーをカーブします。あとは1馬身差スターオブペルシャ、内にはサフランハート、外は14番ラントシャフトで向こう上面、中段の前には3番のコスモスピードがつけて、さらにはキングリッド、内に7番のビッグランチです。あとは2馬身差ゲイルバローズ、外が13番ハーツブライト、内には1番のブロウユアマインドで3コーナーへ向かいます。その後は4馬身と遅れまして7枠の2頭リトルプリンス先行ファースト最高峰で残り800を通過、3コーナーを迎えます。逃げている2番北アルプス、リードが2馬身、第3コーナーをカーブ、2番手8番里のオニキスです。あとは1馬身差3番手6番スターオブペルシャ、3、4コーナー中間へ、内にはサフランハート、外10番キングリッド、3、4コーナー中間を通過。あとは2馬身差内に3番のコスモスピード、4コーナーへ向かいます。400メートル通過。あとはビッグランチ、外を回っている13番ハーツブライト、第4コーナーをカーブして今直線コースに向かいます。さあ今度は並んできたスターオブペルシャ、スターオブペルシャが先頭か、内は食い下がる2番北アルプス、200メートルを通過した。あとはサフランハート、外からは10番のキングリッドを追い込んでいるか、抜けた6番スターオブペルシャ、2番手ローカ、外から10番キングリッド2番手に上がれるか、スターオブペルシャゴール。見事1着で入選。しかし問題が、単勝オーズが激下がり、購入時点では4倍以上あったのに確定後では3.2倍へ。これは紛れもなく関係者激走仕込みと思って間違いないだろう。競馬界にはいろんな思惑があるってことですな。当てて文句言ってちゃいかんですな。ルメール藤沢さん、馬券取らせてくれてありがとう。